Season 2 Episode 17, the unedited version will be up on Patreon, and early videos will be on Patreon, and YouTube membership. Let's go! It is such a nice dessert! Dessert table? Arrangement? Making me hungry! Ramirez and Veldora, besties. もしも中央国ユーラザニアにのばしを獲得するものと思われます。成功率は 78% です。Wait, that's high. 成功率よりはるかに高いな。だが、俺たちと遊戯を結んでいる。だからこそ、遠慮なく介入させてもらう。ベニマル。阻止しろ。Stop him. じゃなくて、お任せを。こうして俺たちはクレイマンの目論みを阻止する作戦を検討したのだ。ここで全員遅れたらよかったんだけどな。リムル様、テレポート。転送魔法で軍を送るのは危険が大きすぎます。ああ、分かってる。行ってみただけ。はい。転送魔法は小さなコストで物資を運ぶことが可能です。Supplies。転送先の座標とつなぐのですが、その転送による影響を受けません。Oh. それが転移魔法の原理となります。Nice. どういうことだ。 So it's doable? つまり、魔人や魔物ならば、物ならば転送しても問題ありません。No problem. もしくは、対象者の保護を組み込んだ完全転送術式を用いても可能です。Oh. 一応聞くけど、その術式って作れるわ。はい。Yes. すでに開発してあります。Wow. エクストラスキル、魔力の大幅削減に成功しました。So reliable. 俺が頼むでもなく、スキルや魔法を開発してくれているなんて。ラファエルさん、素敵。素敵。ありがとうございます。ラファエル。リムル様。しなぎる。だが。Nothing is impossible. それを可能にする新たな術の開発に、たった今成功した。イエーイ。たった今って。さすが。俺じゃなくてラファエルさんだがな。ラファエル is me. I am Raphael. ラファエルさんの進化がなければ君の勝ちだったかもね。あとは君たちの覚悟だけだ。術を使えば全軍を一気に送り出すことができる。俺の忠誠はリムル様に捧げ。We trust you. 忠実なる家臣である以上、死ねと命じられたら死ぬだけです。信じるぜ。俺たちがリムル様を疑うなんてできねえし。一度助けられた身だ。部下たちも同意しないとダメなの。Peer pressure。リムル様のお力に頼らせてくださいませ。これでクレイマンの策の上を行く。ラストはお前たちだ。Go。必ず勝て。はい。We will win。About time。Let's go。こちらがワルプルギスに乗り込んで、クレイマンと文句のある魔王たちをすべて切り捨ててしまうのはどうでしょう。スパークル。クレイマンだけならまだしも、他の魔王とまで揉めるのはダメだろう。そうですか。だが乗り込むというのはいいかもな。レッツゴー。なあラミリス、俺も参加できるか。あるだろう。Yes。多分大丈夫だと思うけど、でもね、付き添いは二人までだよ。昔いろいろ問題があったからそう決まったの。おお、素晴らしい案です。Who is going? ぜひこの私がお供をいたしましょう。バカめディアブロー、お供はこの私です。譲りません。まあとはいえ、コンペティション。戦いになるならば打ち破れば済む話でしょう。その通り。バカかと思っていたが、新参にしては見どころがあるぞ。Don't touch me. So who is he picking? なんか意気投合ないよ。そうですね。承知しました。Too bad, Diablo! やはり危険ではないですか？いや、その真意を探るのは悪くない手だと思う。We need to know the truth. ミリムがクレーマンなんかの言いなりに、ミリムってわがままだし。わがまま。わがままとか言うか。ミリム様がリムル様を裏切るなどとは絶対に考えられません。We are besties. 間違いないと確信します。まあ実は、you wouldn't know, you know. 俺も裏切られたとは思っていない。You need to find the truth. 信じることにする。だけど、だからといって放置していいという話。素晴らしいです。素晴らしい。Showering with praises. プロギスに参加していろいろと探ってみようと思うんだ。行くか。Who should go? シオン。Please. 行かないと暴走しそうだな。機会があるかもしれないし。So Shion's going. よし、シオンとランガを連れて行く。Oh.
and Ranga. Yay! Wow! Yay! Let's go. お前にはこの町に残ってもらい、防衛をお願いしたい。というか、一番重要な役割だぞ。Most important. 一番。Big responsibility. 留守番を頼む。な、ちょっとリムル。のおもりでついていきたいわけではないのだが。No! Master? Shisho in what? Manga? He wasn't listening. I was busy. Insect! Yeah! Simple-minded people. Friendship blossoming. She's going. She loves her so much. Wow. So serious. Eldora, get ready. Leon will be there. Get ready, Clayman. City of the Forgotten Dragon? Is this where the Ice Blade guy is? Yamza. Never doubt her. それはそうなんですけど、そうやって甘やかすからまず。His head is boiling. そうですね。で、第三食糧庫も空になったっすよ。You can fry an egg on his head. 次の収穫時期まで苦労しそうっすね。That's so sad. His brain is gonna pop. Red melon. Uh-oh. He's here. What is Yamza doing? Fake a smile. Peace is best. Midori-dono. しらとしてもこれ以上の援助は厳しいのです。民が苦に困るとミリム様が悲しまれますので。何を言うか。その間をミリムが勝手に動いたのだ。その尻ぬぐいをしてやろうというワゴ軍に対し礼を尽くすのが当然だ。Hold it in。いや、これは失礼。何でもいたしますので。He's a professional。申し付けくだされ。メロンにならなかった。He held it in. ここで起こったら、それを口実にこの国を滅ぼ。物資の運搬程度には役立つだろう。Transport supplies. ちょっと待ってくださいよ。食料を奪われた上に人手まで取られるのか。His hand. Oh no. 黙れよ、ゴミめ。He crossed the line.Not the other way round.
みませんな、山里の。このバカにはよく言う。速やかに準備せよ。I feel so bad for that guy. Hold it in. Explode. Can he heal him? バカ者が、だから中古をリカバリー。 Holy magic. That's good. He joined it back. すぐに民も困りはせぬわ。 Red melon。 あんたにも思いっちゃ蹴られましたけどね。いや本当っすね。あいつ殺しちゃっていいっすか。バカめ、貴様では勝てぬ。 Too weak。 あの剣は厄介だし、他にも何か隠してそうっすね。 He's so angry。 Don't worry、 Rimuru's group is coming。 はい、戻ってこんのだ。I wonder what Milim is thinking, or is she actually manipulated? Soka. Raphael, so smart. Let's go.ギルドに命じて数字担ぎとテンペストへと送り込んだ。わお、フォビオが付き添ってくれたので住民たちは俺の話をすんなりと受け入れ、イエーイ、スムーズに進んだ。スーパースムーズ。結局休む伝送が完了したのである。 Everyone while Rimuru is insane。 さすがに疲れました。 Overworked。 こんな大規模な伝送魔法を連発してどう。俺がテンペストの名手だからだ。イエーイ、 The best reason ever。 答えになってないですよ。 Simple answer。 そういうことなんでしょうね。さて、ワンの軍勢との戦いが待っているのである。うん、 Let's go。 Hopefully everyone survives in this army。 こちらの戦力は率いられた1万の獣人たち。10,000。ゴブタ率いるゴブリンライダーたちの集団、その名もくれない。くれない。さらに4,000のホブゴブリン、部隊名グリーンナンバーズ。グリーンナンバーズ。ギルド率いる5,000のハイオーク。カラーセパレーション。飛竜。総勢20,000の軍勢だ。20,000。そしてテンペストを守るのは、ノッバッド。配下の親衛隊およそ100は蘇りにした。おお。リムル様、全員揃いました。ナイスネーミングス。うん。じゃあサクッと転送することにしよう。ハイマンはリムル様に譲るので、うん、俺たちの恨みもぶつけてください。Oh, they're all bowing down to him. リムル。Yeah。ゴミは早めに片付けないと匂ってきますからね。お気をつけて。トラッシュ。二度と逆らえないよう地獄を見せるとしましょう。勝利が大きい。レッツゴー。Everyone, he's come back alive. Imagine transporting 20,000. It's crazy.Wow. Amazing. I got to the end of the episode. Next episode will be... Where did they transport them to? Is it to Yamza's group? Yeah, I think Benimaru probably will be the one fighting him. I don't know how strong Yamza is. I don't think he'll be stronger than Benimaru, right?But I'm excited to see their battles and hopefully they win with zero. I mean, casualties are fine because, like, if you're injured, the potions can heal you, right? But if you're, I hope nobody dies. Yeah, I hope nobody in Rimuru's group dies. Excited for the next episode. That, guys, is the end of the video. If you liked it, like it to like, subscribe, and share.Early unedited videos will be up on Patreon, and early edited videos will be up on YouTube membership. If you can, the link will be in the description and comment section. Thank you so much for watching this with me, and I will see you guys in the next one. Bye!